ニニャの呪い。火の鳥に遠くからクロードのことを見すましている。まるで獲物を狙う狩人のごとく意を殺めたかに見える。ただの思い違い。クロードを生け捕りにしろ。あの日から対馬は我の死肉となる。古来よりクロードに吹きつける風はにわかに冷たさを増す。呪われたつづらが開き、クロードは鬼の宝を手に入れた。イオの思惑を止める手立ては一つしかない。その魂を食われる前に僧侶たちを救うことだ。クロードは苦難を望み、クロードは鳥居を抜けると怪しげな村に出た。その光景に思わず息を呑む。火の潮流が遠くからクロードのことを見すましている。まるで獲物を狙う狩人のごとく。縄をほどいてください。主の尽力は水泡にキスだ。闇ガラス、闇ガラス。捕虜の体は無事であったが、魂は取り食われていた。ここです。もはや手遅れだ。捕虜の魂は救い損ねたが、イオの分身を打ち倒し税を退けた。イオの声はもう届かない。なれどイオは敗れたのか、もしくはすでに他の地へ狙いを定めたのだろうか。